はい、毎度です。さあ今日も行きますかねと、こうか。ん、待てよ、こっちの方がいいか。ガーテン、よし、よし、こっちかな。音楽かかってるとバンされちゃうから。さーて、プラグワイヤーをですね、変えたんですよ。まあ、アイドリングもまあそこそこ安定してて、タペットもですねちょっと調整してですね、試運転に挑んでおります。1週間ぐらいちょっと見ようかなとは思ってますね。やっぱりですね、今600、前まで600、400、600、400っていう感じだったんですけど、今のところは大丈夫ですね。まあ水温も今180度、ちょっとオイルの油圧がちょっと高いけど、まあまあまあ大丈夫かなと。でね、フードを開けるワイヤーがまたブチ切れてですね、またちょっとグリルで早いとこ引いてほしいなとは思うんですけど、主治医がまだ引いておりません。で今日もちょっとフード開けてみようかなと思って1時間ぐらい格闘したんだけど、全くもって忘れてしまって、どこにバネの解除があるかを、この雨の中、まあ今のところは特に異常もないんで、まあ、たまに水の量とね、オートマチック ATF とそれからオイルの量を見るんですけども、まあそんなこんなでミッションもね3速入ってあんだけお掃除したんで、すげえスムーズですね今んとこね。まああれだけスラッジ溜まってて、まあなんて言うんだろう、やったら壊れるよっていう神話というかあるんですけど、本当に確かにあるんですけど、だったらね、あのバルブボディのあの迷路もやっちまえっていう、まあ結果でしたよね。まあそれは運が良かったのか悪かったのか、まあ運が良かったんでしょうね。まあやらないに越したことはないんですよね。いやそれやっちゃうと知りませんよみたいな、いや別に車検切れたら捨てるとかそういうわけではないんで、いつかやばいよって言うんだったらとっととやっちゃった方がいいわけですね。それはもうどんなメカでもそうなんですよ。自動車でも自転車でもバイクでも、ボイラーでもミシンでも何でもそうなんですね。いやそれやっちゃうと壊れますよみたいな、いや長く使うんだからやるんだよっていう話で、そんで、プラグワイヤーがですね、いや自分持ってるじゃんみたいな、この前ねセラミックヘッドのプラグワイヤーご紹介したんですけど届かなかったっていうね145センチあるんだけどちょっと足りないということで、かなり長いやつを切って使うやつね、でそれで、昨日おとついの晩ぐらいに主治医につけてもらいました。その時にもう
あのバルブカバー開けていろいろやってもらって、タペットもあれしてもらって、でステムシール大丈夫かなと思ったけど全くもって大丈夫でしたね。これ確か、大事故の時の板金の前に、グリースモンキーさんで全部やり直してたんですよね。それを思い出しました。それで、まあ、あとは、乗ってみて、また1週間ぐらい乗ってみて調子を見ようかなと思うんですけども、まあ今日1日、今日2日目か、まあ十分な感じがしますね。ブレーキの効きもめちゃめちゃいいです。ガクンってなっちゃうよね。ちょっとそれが怖いんだよね。あとブレーキの位置もね、ちょっとね、たまにアクセルとブレーキ一緒に踏んじゃうんで、どうにかしたいなとは思うんですけどね。だブレーキをもうちょっと左側に、移したいなとは思ってるんですけど、ネジ一つ分ぐらい。アクセルはこれ以上真ん中に行ってしまうと、あのクーラーに当たっちゃうんで、で点火系なんですけどね、まあ、これキャブ車なので、とりあえずは、これはデスビーはね MSD がついてます。あの弁当箱がこう上に乗っかったタイプね。あの弁当箱別ではなくて、でそれをまあ約10年つけてて、で久々にこの車が事故の大破から蘇ってさあという時に点火系がちょっとあんま火花が飛ばなかったんで、そのうち全部飛ばなくなっちゃって動かなくなっちゃって、でそれでイグナイターとですね、あと上の弁当箱、コイルのでっかいコイルの部分ですね、それを、購入しましたと買いました。プライムさんですね、クラガノさんですね。でそこでもいろいろうちの主治医が教わってですね、こうでね、ああでね、こうでねって教わって、それで、まあ、取り付けてみたところ、火花バッチバチに飛んでですね、バッチリでしたね。そんでね、プラグをですね、ノーマルプラグに、グリスモンキーさんで戻してもらって、でやっぱりね、いろんなOHV というか、あのキャブ車を扱ってるところに聞きますとですね、やっぱそのプラチナとかね、あとイリッチウムとかね、ダメですよと。あ、そうなんだっていう。確かにね、その MSD にイリジウムって結構無敵だよみたいな話を私ずっと聞いてたんで、その頭がずっとあったんで、ずっとイリジウムだったんですけど、最初の1ヶ月とかはめちゃめちゃ調子いいんですよ。なんだこの滑るような感覚はみたいな、ヒューっていう感じで、でそれがですね、だん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 なんかパワー落ちてるなーっていう感じで、でしかもマフラーからはなんかガソリン臭いよねーってことで、これ燃えてないんじゃないのってことで、でプラグワイヤーとかですね、あとは、MSD のキャップの裏側パッてこう見たりとか、いやでもこれ接点ないやつだからねみたいなね、なんだろうねっつってプラグを開けてもらったら、プラグのこの接点の部分がそのてんこ盛りになっちゃってるんですよ。なんかあのスパッタみたいなのがくっついて、溶接みたいなのがくっついて、でどんぐろになっちゃってるんですよね。でなんでだろうねっつって、でまたそこだけまたイリジウムプラグまた同じのつけるんですよ。でまた調子いいんですよ。でまたすぐ調子悪くなるんですよ。でやっぱね、そしたらね、やっぱキャブ車をやってる人とか、あとはあの私よりさらにご年配のあのメカやってる人なんかに聞いたら、何してんのっていうことでえっ
イリジウムは違う、 MSD にイリジウムとかあのヨカプラグはダメなのって言ったらダメでしょっつって、やっぱ皆さんそう口を揃えてそうおっしゃったんで、あそうなんだっつって、普通のプラグがくすんじゃったとしてもまた燃え始めればプラグの先っちょきれいになるでしょっつって、あーまあ確かにそのバイクの時のことを思い出すと確かにそうだなと。だけどそのイリジウムとかその先っちょがこの針になってるやつ、あれは一回スパッタみたいのがペトってつくと溶接されちゃうともうダメなんですよと、取れないんですよと。あそうなんですねってことで、いやそれは知らんやったと思ってね、結構お恥ずかしかったですね。なのでキャブ車はですね MSD には普通のプラグだから、 MSD は結構ボルトも高いので、まあ消耗が激しいとは思うんですよ、プラグのね。うん、だからそのいい MSD、 そうデスビと、それからいいプラグワイヤーで、そうするとまあプラグ、普通のプラグつけてると、まあ、負担が大きいので、まあ年一とかね、それぐらいで取っ替えてあげればいいのかなという感じで思ってます。うん、プラグはまあこれはね、シェビーの350なんで、まあいくらでもね、日本でも売ってますしね、普通に。うん、だそれを定期的にね取っ替えてあげた方が一番いいかなとは、うん、思いますね。だそれで点掛けはもうこれはこれでもうおしまいかなと思ってます。うん、まあキャブの方がね私は好きなんで、でやっぱ最近ねインジェクションキットが売ってるんですよ、インジェクションキットが。だそれいいよっつって、うん、ちょっとね羨ましいなっていう部分もね思ってるんですけど、やっぱダンキいらないし燃費もいいよみたいな、いやダンキがいらないのはいいねと思ってるんですけど、私もあんまダンキはしない方なんですよね。だから普通にエンジンかけてドライブ入れて、そのクリーピングでそのまんま3、4ブロック行ってですね、あれなんですよね、ドドドドって走り始めるんですけど、知ってる人かもしれないな今のチープ。うん、まあそれでだから点火系の話はこれで、話はというかこのリンコに対してはおしまいかなと。あとは定期的にねプラグだけを見ていくと、で 2,3 年に1回プラグワイヤーだけ、うん、変えればよしとするかなと。うん、あともう一つは定期的にも、あれですね、 MSD のコイルとかイグナイターとかもちょっと見てあげなければいけないなと。車検枚というよりも、まあ、MSD の本体なんかはまあそうだな、やっぱ 5,6 年に1回、まあ、10年目ぐらいで飛びましたからね、中身がね、コイルとかがね。なのでそれだけ定期的に見てあげればよしとするかなという感じです。まあ今日は雨ですね、ゆっくり事務所でダラダラしてようかなと思います。ということです。じゃあねー。